渡辺圭介のクローゼットラジオやってまいりました。渡辺圭介のクローゼットラジオ、2012年3月25日、第4弾ボリューム4になります。改めまして渡辺です。日々です。はい、ということで、いよいよ第4回になりました。はい、うん、いよいよですね、まあ、ボリューム3が、YouTube 上で、50回をいよいよ、はい、回転しましたんで、まあ、50人が聞いてくれてるのかなと思ったら、ちょっとテンションが上がるかなと、そうだね、はい、いうことで、やっていこうかな。で、まあ、今回ちょっとオープニングトークここで僕話そうかなと思ったことがですね、ラジオについてというか、僕が東京でやってる TBS ラジオの、まあ、すごい人気番組の小島恵子のキラキラっていう番組があるんですよ。TBS ラジオ。そう、 TBS ラジオなんですけど、東京のキー局でしかやってないんで、ローカルで。そうですね。なんかこっちでは聞けなくて、ただポッドキャストでダウンロードしてやると一応聞ける。で、本当は1時3時でやってるんですけど、コーナーコーナーのつまんで10分10分10分で1日3つそのオープニングトークと、うん、1人パーソナリティの小島恵子のアシスタントがいるんで、はい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 、その小島恵子のアシスタントが1人、まあ、ビビるの大きだったりとか、いろいろ芸人とかライムスターの歌丸とかがやってるんですけど、でそれが必ず10分とか10分とか喋るんですけど、でそういう、でそれ僕ポッドキャストでもう1年ぐらい聞いてて、すごい楽しくて僕すごい好きで、まあ、その結構、うん、それも影響もあって、いろいろこういうのを、まあ、ラジオ、黒ラジだっていう話やっとったんですけど、うん、で、この小島恵子っていうのは元 TBS のアナウンサー。あ、はいはいはい。最近ね、最近よ結構テレビに出始めるようになったの。ここ、要は全くこっちの方面の人は小島恵子ってピンとこないけど、最近だとね、バラエティにもちょいちょいでちょっと辛口トークをね。あれ結構年代、うん、あ、そう、もうすぐ40。今39で、ね、なんか いたよね。そう、もう 昔からいる人なんだけど、はいはい、で TBS のアナウンサーを辞めて、でそれで TBS のアナウンサー辞めたのに TBS ラジオでその人気番組でラジオの女王って呼ばれちゃってるぐらいすごく人気番組なんですよ。でその小島さんがやってるそのキラキラっていう番組が3月いっぱいなんで、今日3月25日なんで、もうあと1週間ないぐらいで番組としては終わっちゃうんですけど、はいはい、その理由、降板理由が1月26日の放送で発表があったんですよ。うん、僕それ聞いとったんですけど、うんうん、まあ去年のね 3.11 の震災の時に、はい、その放送とは何かっていうことを考えることがすごいあったらしいんですよ。うんうん、でまあその中で小島恵子はすごいいろいろ考えた中で、どこかにいるかもしれないあなたに届けばいいな、誰かが喜んでくれたら嬉しいなっていう気持ちで自分を話すしかないっていう結論に至った。あ、なるほど、いいことだと思うんですね。うん、でそういうふうにやってたんですけど、同時に、まあ、ラジオが見直される時代になった。要は あの時震災の時にラジオだけがこう、ね、みんなの、ね、はい、簡単にこう情報が得られるっていうところで、すごい世間がこうラジオを注目し始めた時に、うん、TBS の局側から、うん、せっかくラジオに注目が集まってるので、うん、番組としてはぜひ聞いてほしいお客さんがいると。うん、でそのお客さんっていうのは今ラジオを聞いていない40代50代の男性の自営業の人に向けて、それを意識した喋りをしてって局側から言われて、上のトップから。で40代50代の自営業をやってる、ね、はい、うん、人を意識した喋りをしてくださいって言われて。で小島さんとしては、まあ、ラジオはリスナーとの会話だと、今聞いている人に話しかけながら、その肩越しに聞いてない人を呼び込む喋り方をしろと言われても絶対できないと言って、それを局側にもうこれは私の出番じゃないと伝えて、今回の降板の話になったっていう経緯があるんです。で正直それすごいみんなからもう悲しい悲しいってやめないでって言ったけど、結局小島恵子の思いっていうのがやっぱり局側にもやっぱ伝わらなくて、やっぱそこはね、で僕、うん、そういうのもあって、で小島恵子がそのじゃあ番組をやめますっていうことの中で、小島恵子は正直どっかので話がそういうオファーがあれば私はいつでもやるとっていうことをやっとった時に、ブログスっていうところから声がかかって、ちょっと史上初になるかもしれないっていうこと、メルマガとラジオが一度に楽しめるっていうのを始めるんですよ。
メールマガジンで例えば月になんか何百円とかっていうので契約して、月額800円でやって、メールが定期的に来て、はいはい、でそのメールを読める、楽しめるっていう内容を、小島慶吾はそのメルマガをやると同時に、あ、そういうことね、うん、このねタイトルがその3月21日水曜日、要は今週の、うん、先週の水曜日からもう YouTube 上で聞けるんですけど、小島慶吾のトークインクローゼットっていう、トークインクローゼットあれっていう、なんかあれ、ね、クローゼットいやで、それが面白くて、その、うん、番組が月額840円のメールマガジンとプラス YouTube で10分ぐらい小島慶吾は喋ったんですけど、うん、それが小島慶吾の自宅のウォークインクローゼットの中で本当に撮ってるんです、一人で。僕この21日のアップのやつを聞いたんですけど、あの一人であの、うん、クローゼットの中にある段ボールを積んで、その上になんか収録できる録音機械を置いて喋、っております、うん、小島慶吾が淡々と後ろの BGM も何にもなく喋ってるんです。で要は小島慶吾はこれを全世界にいろんなところで聞いてくれる人が必ずいるから、好きなことを喋っていくんだっていう、うん、だからタイトルが、うん、あれトークインクローゼット、あれあれあれ悲しいかな、なんかあれこれちょっと、まあ、尊敬しとる小島慶吾が名前つけて、うん、あセンスが似とるなと、あそこに行く、発想が似とるなっていうところでもう落ち着けるしかないなと。そうだよね、本当に、まあ、あのライバル視してもっていう部分もね、まあ、それ土台が違う、ね、そう土台、そうで小島慶吾がよくラジオで言っとったのが、知らん間に競争に参加させられとることが嫌だって言ってて、うん、はいはい、要は自分は別に競争してない、例えば日比さんがね、あのデザインやっとって急にバッと入ってきて、お前なんかに負けんでなって言われても、いやいや、お前と初めから勝負してないじゃんっていうだからそこに対して僕らがクローゼットラジオ、 俺らの方が1月からやっとんだぞと言っても違うし、まあ、違うしね、それは、うん、でただまあ今回僕は結局何が言いたいかっていうと、うん、同じクローゼットの中、まあ、発信で最初スタート、はいはい、今は僕らは違うけど、うん、ただその中でも今回の件はその、うんね、会社ありきの企業側とのいろいろがあって辞めちゃった、ね、でだけどそれを拾ってくれた人がいたから今回もトークインクローゼットっていうのが始まったっていうのと同じで、僕らもあえてなんかスポンサーをまあね、置くっていうことを、まあ、もちろんスポンサーついてくれる人はいないし、うん、まあ、いるんだったらちょっと嬉しいなと思うけど、だけど嬉しく思うよね、だけど結局好きなことを喋るっていうことっていう、はいはいはい、で誰かに対してここで今聞いてくれてる人に対してっていうところで言うと、まあ、このまんまでしばらくは行ってもいいのかなって、うん、そうだね、うん、まあでも実際ねスポンサーついてくれる方ぜひよろしくお願いします、まあ、そんなだよね、そんなったらもうヒャ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 言っちゃう、ヒャヒャサングラスするよ、ね、喋るときにでもガンガンね、ガンガン CM するんで、そうそうそう、10秒に1回言うで、ね、言っちゃう言っちゃう、セブンイレブンいい気分っていうセブンイレブンついてくれるなそうなんですよ、ね、一応まあそういうことで、まあ、僕が言いたいのは、うん、まあ、好き勝手日比さん喋りましょうと、そうだ、ねね、プラスアルファ、ね、あの小島慶吾さん頑張ってくださいと、本当だ ね、 ね、興味ある人ね、あの本当に YouTube で小島慶吾ってやってもらったら、うん、あの小島慶吾トークインクローゼットって出ますんで、かなり独特な喋りをされる方なので、あの面白いかと思いますので、今後もこんな感じで進めていきたいなと、はい、思います、はい、こんな感じでいきます。で今日の、全体の流れをさらっと話しするとですね、この後ちょっとまた新コーナー、もう毎回新コーナーやってるんですが、はい、僕のファミコンっていうコーナーが、僕のファミコンですね、はい、今日の収録は、いつもことたまさん使わせてもらったんですけど、今日は僕の家で収録してるんですが、うん、まあ、その中でちょっとうちにねファミコンがありますんで、はい、そのファミコンのソフトで思い出のソフトについて熱く語ろうと、うん、語ろうで、最後に、日比武史の大好評日比成長をやりたいなと思いますので、はい、そんな感じで進めていきます、はい、渡辺圭介のクローゼットラジオ、はい、やってまいりました僕のファミコンのコーナーよっ、はい、このコーナーはですね、僕の、ファミコン、たくさんファミコンソフトある中で1本、はい、その話題について話そうというコーナーでございます、はい、今回第1回のこの僕のファミコンコーナーの、はいはい、ソフトは、こちらデデン、
任天堂が出しております1984年、バルーンファイトです。バルーンファイト。バルーンファイトです。はい。バルーンファイト、これかなり懐かしいものになってくるとは思うんですが、日比さんやったことはありますね。あります。うん、はい。で、このバルーンファイトのまあ簡単な思い出を、エピソードね、はい、エピソードトークをさせてもらうと、はい、これ、確かね、中学校の時にすごい仲が良くなった子が一人いて、うんうんうん、でその時の子が久しぶりにファミコンやろうよって、もうその時はもう僕の時でもやっぱもうプレステが主流だったんで、まあ、プレステが主流だったから、でその中でちょっとファミコン面白いからやろうよっていうことで、うん、じゃあでファミコン機を出して、でその時にこのバルーンファイトを紹介してもらって、はいはい、これすっげえワッチャン面白い、僕ワッチャンワッチャンね、ワッチャンよく出てくるよね、ワッチャンってワッチャンすっげえ面白いからちょっとやろうよっつって、うん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 、でやったのがこれも本当面白くて、この内容としては、うん、なんか意地悪をする鳥みたいな、要は敵を倒していくんですけど、ね、うんうんうん、で一応これ2人プレイができるんですけど、うん、画面の、一番左と一番右の下に、自分のキャラクターが、うん、ワンコンのワンコンね、そうワンコンが一番左、ツーコンが一番右にいて、で始まった時にその、ワンスクリーンのゲームなんですよ。ワンスクリーンのゲーム、要はその固定画面で、そこになんか、風船を2つキャラクターがつけとるんです、うんうん、それが自分のいわゆるそのパワーだというか、パワー、はい、その風船で空を飛ぶわけですよ、うんうんうん、で、風船で空を飛んで、その害虫の鳥を倒す、うん、でその害虫も確か風船が1個だったと思うんですけど、その害虫の風船をバンって蹴飛ばすとバンって割れて、うん、その鳥がピューって下に落ちるんですよ、うんうんうん、でただ陸に落ちてそこからさらにもう一回バンって蹴らないと、うんうんうん、またその鳥はこうシコ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 ってやってで風船をまた膨らませてまた結局倒したことにならない、ノーカウントになっちゃう、ね、それをいかに倒して進んでいくかっていうゲームなんですけど、うん、そうでこれ結構仲間の風船も割れちゃうんで、そこで、うん、しかも画面がワン画面固定なんですけど、一番右に行っちゃうと今度左側出てくるっていう昔のよくあるゲーム、そうだから、うん、飛ぶ勢いが強すぎてあーって右側に行ったら左側出た時に左側に仲間が追って割っちゃうっていうのがあって、はいはいはい、うん、でしかも風船が2個あるけど、うん、1個落ちると A ボタンも結構連射シーンと飛ばんくなっちゃうんですよ。あ、やっぱり通常 A を2回ポン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 ってリズムやっていけばどんどん上がジャンプして空飛んでいくんだけど、1個になると結構連射をしないといけない、もう重くなっちゃう、だからコントロールもかなり効かなくなるわけですだからその分敵を倒すのが難しいとか、で下が川になっとるんですけど、その川風船1個の状態で川の近く行くとなかなか上に上がれないっていうのを、川の水面ギリギリでもたもたしてるとベベ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 って言って、うん、ナマズみたいなのがやばいよねっていうのがすごい面白くて、それですごいスリリングだね。でこれで最終的にもう敵を倒すんじゃなくて、やっぱ身内同士の戦いが絶対起きちゃうゲームなんで、味方を攻撃できちゃうから、悲しいかな、ね、そうなんだろうねあれね。そうでこれがそれがめちゃくちゃ面白いんですけど、もっとこの究極の楽しみ方というか、もちろんそれはね、そのゲームをクリアしていくっていうだけなんだけど、一人モードっていうのがあるんですよ。一人モード、うん、この一人モードだと、普通にこれ横スクリーンでずっと進んでいって、なんか星宇宙で飛んどる設定で、その星みたいなのがそのチカチカ光っとるんですけど、それがなんか無造作に画面上に出てて、それをどん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 進んでくるんで、それをこう風船でジャンプし避けていくんですよ、うんうんうん、でぶつかるとビビビビビってやってゲームが終わっちゃうんですけど、それも風船2つあるんで2回まで OK なわけです、まあ、いわゆる2期まで行く、2期まで行く、ね、でそれがペッペペ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 、この全然ね、このゆっくりなゆっくりすごい、で別にその曲調も何にも変わらずずーっと延々とすごい、でも終わんないのそれが昔に多いよね。そうで最初のうちは結構まあ簡単からどんどん難しくなっていくわけじゃないですか、で難しくなっていくんだけど、
途中でその星みたいなその障害物が動くようになってくるんですよ、うん、あだんだんそうなってくると、ね、つけてきて結構これ難しくなってきたなっていうの、うん、一つのそこがあのレベル別に特にその画面上でレベルアップとかも何にもなくただスコアを競っていくだけだからスコアが伸びてくるそうずっと進んでいく中であ、うん、フィールドが動き出したと思ったら、うん、おやばいいよいよ来たなと思ってでそれをクリアしていくと次何が起こるかって、うん、何にも起きないその状態がずっと続くっていう2段階しかない2段階しかないからあとはもう永遠にそう、いつまでもいつまでもてて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 るるるるっていうのをずっと聞きながら永遠に永遠とやり続けるんだあの次第にでしかもそこに来ての風船1個あれがとにかく辛いわけですあ動くからの動いてきて風船1個なくなるとさっきの話じゃないけど A ボタンの連射具合がさらに辛くなるからで要コントロール失う状態でそのまま進んでいくっていうこの虚しさなんかすごいねであの特にその新記録になったらって言ってそのゲーム中のランキングっていうのはないんですよ、ね、自分で覚えとくしかないってことね俺昨日バルーンファイトで何万点いってさとかってそういうレベルですランキングで例えばアルファベット入れたらじゃあお前もやれよとかっていうのでできるけど何のことない何のことない何のことない永遠とただ永遠とそう進むっていうこれ昔ならではのならではの、はい、ファミコンの話でした。これあの僕の思い出のソフト、バルーンファイト。ぜひ皆さんも、やってみてください。はい、で、さらにですね、今回この説明したあのファミコンのソフト、うん、あのもし視聴者の方もこのソフトについてちょっと語ってよ。語ってよ。俺はこんな思い出エピソードあるよっていう人がもしいれば、うん、その逆にあのなかなか応募のね、メールが来てないこの現状で、うん、こういうファミコンネタなら多少食いついてくれるんじゃないかっていうこともあるので、ねはい、ファミコンネタで、どなたか、うんメールを送ってくれたら嬉しいかなという感じで、こんな感じでまず僕のファミコンコーナーでした。はい、はいそれではですね、まだこの後番組も続くんですが、ひとまず、メールとお便りについてなんですが、うんぜひ皆さんからのお便りをお待ちしております、メールアドレスは、closetradio@yahoo.co.jp、クローゼットの綴りが CLOSET でラジオの綴りは RADIO、closetradio@yahoo.co.jp です、はい、ぜひぜひメールの方をお待ちしております、はい、一つちょっと気になったんですけ ど、はい、どこの前のあのシンガポールのお土産はもう手元に、はいはいですね、バッピーさんこれね、シンガポールの、お土産についてなんですが、コバッピーさんには、お渡しをしておりますおめでとうございます、はい僕と日比さんのメッセージ付きの、ね、メモ帳は、かなり喜んでくれました本当にレジェンドだね、はい、でさらにそのボールペンもかなり喜んでくれました本当にすごいねでこの感動を他の人にってもう要は2組ね、うん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 、セット用意しとったのに正直まだ応募がありません。あららあらら眠ってるわけですか。眠ってる。今ねここにある僕の。あ本当だあるね目の前に。はい、手元にこれ。さっきからちょっと気になったんだよね、はい、俺。あります。あるある、はい。これを喜んでくれたの。そうです。このメッセージがね意外に日比さんの書いたこのメッセージがなんかストレートでいい。おおとった。はい。何すごいが。いやだからで、ね、早くであの時に話しとったあのねみんなで。どうするとかで抽選にするとかで抽選じゃねえよって、抽選するほど来てねえよっていうのが実際もう今自動的に送ったらもうもらえるっていう感じになっちゃってんだよね。なので送ってよでさらに、次のですね、収録日も、はい実はもう考えております。実際前回の放送の時に、はい、10日間隔とかって言っとったんですけど結局できないので、次回は、4月の8日に収録しますので、はい、4月の8ですね、はいはい、なのでそれまでにメールをいただいた方先着1名に、うん先着ねはい、勝手にこのボールペンとメモ帳をプレゼントします漏れないもんねなのでちゃんとあのラジオネームと、はいなんかこのラジオの感想なんかを、はいはいはい書いて、メールをください、はいもう一度言いますね、はい、closetradio@yahoo.co.jp までメールどしどしお待ちしております、は
渡辺圭介のクローゼットラジオ。はい、ということで、次のコーナー、はい、日々たけしの日々成長よ。はい、大好評コーナーでございます、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい。日々成長なんで拍手から始まるんですかね。結構毎回毎回結構重い感じで、まあ、今回も重いのかなって感じで、はい、今回のテーマ、はい、平等について。はー、平等ですね、はいはい。日本人結構多いのはですね、まあ、いわゆるその、まあ、裕福ではないにしろ家庭があって、まあ、五体満足で生まれてて、でそうじゃない人もやっぱりいるわけですよね、うん。で、そのいう人を見て、まあ、ちょっとかわいそうとか、そう、哀れむ気持ちが結構あるじゃないですか。うん、でも、哀れんだのが本当の平等なのかなって思ったことについて話そうかな。はあ、なるほど。はい。で、僕は2年ぐらい前の、10月、9月ぐらいかな、に店を畳むっていうので、うん、お店の在庫をですね、養護施設、はい、養護施設に送ったんですよね、うん。で、なんで送ったかっていうと、その養護施設で育って今社会人になってそこから仲間になった子がいるわけですよ、うん。で、その子は生まれ育った施設に服を、まあ、僕が送らせてくれって言ったんですよね、うんうん。だから、じゃあぜひっていう話で北海道の方に送ったんですよ、まあ、レディースとメンズで。先に前置きされたわけですよ、その子に。ひょっとしたら受け取れませんと言われる可能性がありますと。で、なんで、どうしてって言ったら、そういう派手なものは着させてもらえないんです。あ、まあ、だいたいピンとくるよね。なんでかなっていうと、まあ、養護施設っていうのは、まあ、国のお金だよね。で、養ってもらってる子供たちっていう考えがあるから、うんうん、あんまりきらびやかな服とか新品の服とかで着てるとダメなんですよね。そういう、うん、なんか納得いくようでね、込んじゃうんだよね。 あるんだなと思って、あんまでも気にしないでと、自分がやりたいと思ったことだから、うん、それもしょうがないと思うから送ってくれって言って、うん、で取りに来てくれと送ったわけですよ。そしたら連絡が来て、うん、すいませんと、やっぱりちょっと厳しいかなっていう判断がその職員の方から出てます、うんうん。ああ、やっぱりそうだった。まあ派手めな服、うんうん、レディースだと結構ワンピースでとか、うん、キャミソールとかあって、うんうん、まあ可愛いわけですよ、うん。あ、ダメだったかと思って、したら1週間ぐらいに OK でした、うん。で、え、どうして OK だったのって言ったら、職員の人たちは反対したけど、その子供たちの方が着たいと、うんうんうん、欲しいと、うん、なんで送り返しちゃうんだって言って、うん、で子供たちの気持ちを優先させて結局受け取ってもらえた、うんうんうん。で写真も撮って送ってくれたんですけど、うん、まだ僕それ見てないんですけど、うんうん、実はまあ自分がもしもちょっと人間的に誤った方向に行った時にその写真見せてもらおうかなと思って、うんうん、まあそれは見ずにいるんですけど。で平等について考えると、もちろん年頃の男の子女の子なんで、うん、可愛く見られたいかっこよく見られたいっていうのは、うん、いついかなる時でもある感情じゃないですか、うんうん。その養護施設だからそういう風に見られちゃいけないんだとか、例えば、まあ、いわゆる健常者じゃないからそういう格好してもしょうがないんだとか、でもそれ違うと思うんですよね。だからモテる気持ちがあるなら可愛いの着ればいいし、まあ、好きな女の子に告白したんだったらかっこよく着ていくのは、まあ、誰だって当たり前のことなんで、あまりにそのかわいそうとかその哀れみの精神が日本人は強すぎるので、平等っていう本当の意味がちょっと意外にみんな認識してないんじゃないかなと思うんですよね。なんでじゃあオリンピック選手金メダル取ってじゃあ偉いかって言ったらそうじゃないじゃないですか、うんうん。足の遅い子だって偉い子だっていっぱいいるし、うん、人間的にしっかりした子だっていっぱいいる。なので本当の意味の平等っていうのは、なんだろうな、哀れみの気持ちからは来ないんですよね、うんうん。はい、なんか哀れんだ時点で平等じゃないんですよ、はあ、その人のことを。だからでもとかく今多いのは、まあ、哀れんだりかわいそうだからするな、ボランティアとか、うん、なんとかって言いますけど、思った時点で平等じゃないんですよね、うん。やっぱりどっか人間っていうのはしてあげてるっていう精神がやっぱり強く働くので、本当の平等ってだからあげたら
めっちゃありがとうって言ってこいよとかいう感じなんですよね。可愛い服あげたら可愛い服着てなんかすごく前向きになるでありがとうございましたってめっちゃ言ってこいよっていうのが僕の中の平等なんですよ、うんうん、いいよいいよいいよって言って、うん、そのあげたのは僕の勝手だから、うん、君らはねその服を着てなんかぜひ輝いた人生を送ってくれればそれでいいからなんておかしいんですよね、うん、もう言ってこい言ってこいよって、もっと感謝してよっていうのがその平等なんで、うんうん、まあ今道徳の授業っていうのがあるのかな小学校。一度なくなったんですけど、もう一回それは見直しがようやく入ってる感じですね、うん、あ、道徳また始まる可能性が始まってるところもあるんじゃないですか、まあ、必要ですからね、うん、今のこのご時世だからね、だから道徳の授業とかも復活するなら、まあ、ぜひ教師のまあまあおこがましいですけど、うん、教師の人たちはその平等の気持ちとか、まあ、本当の意味でですよ、うん、を教えていってもらいたいし、まあ、意識してもらいたいなというのが今回の平等についてでした、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、クローゼットラジオボリューム4、これにて終わりますが、もう一回最後にですね、アドレスの方を言っていきます。はい、クローゼットラジオyahoo.co.jp、クローゼットの綴りが CLOSET、ラジオの綴りが RADIO、クローゼットラジオ yahoo.co.jp です。で、さらにですね、ラップ TV、 僕が、参加している、ラップ TV というインターネットの、はい、番組があります。rap-tv.org/、さらに次回の、はい、ボリューム5、いよいよ第5回目でですね、うん、この、ラップ TV の、はい、代表であります、くつざわさんに、はい、初ゲストとして、はい、はい、来ていただく予定になっておりますので、5回目にしてね、はい、5回目にして、はい、ちょっとまともなゲストが、ゲストが、はい、来てくれますので、はいはい、4月の8日に収録です。それまでにメッセージ、うん、くつざわさんへのお便りなんかもお待ちしておりますので、はいはいはい、KUTU TSU くつ、はい、くつさんについての質問もぜひぜひお待ちしておりますので、はい、それではクローゼットラジオこれにて終了。Bye. Bye.